閉じてしまう前に、急いで校舎の外に出ておまじないを行ってください。ゲートが閉じてしまったら、またこの多重閉鎖空間は元に戻ります。え？閉じたら、あなたたちはどうなるの？私たちはここのレイズ場に捕らえられているみたいで、幸子以外、成仏はできないようです。今、ほんの少しの間だけ自由になっていますが、すぐに引き戻されて、またこの空間を形成することになるでしょう。そんな、この学校はすでに第二の幸子を生み出そうとしています。早く行きなさい、外へ。よし、これを乗り越えて、みんなでもう一度逆打ちだ。おい！ここは、帰ってきたんだ。お兄ちゃん、
きちゃん、ありがとう。こうして生き残った俺たち5人は如月学園に現代に戻ってくることができた。みんなしばらくは生還した喜びをかみしめていたけれど、すぐに重たい現実が笑顔を引き剥がした。先生も篠原も森重も鈴本もその場にいなかったからだ。じゃあ気をつけてね。ああ、さようなら。ああ、みんなお願い。ん？明日も顔を見せてね。あ、信じられないことが起こりすぎて眠れないと思ったが、その晩はそれでも眠った。次の日、ゆい先生たちのいない学校に憂鬱な気持ちで登校した俺たちは心底驚くことになる。篠原？森重？誰だそれ。うちの副担は松戸じゃん。寝ぼけすぎじゃね？転校生？誰か来んの？はじめから死んでしまったみんなが、はじめからいなかったことにされていたんだ。やだよ、こんなの。みんなの記憶にさえ残っていないなんて。聖子たちの生きてきた今までって何だったの？ゆい先生も鈴本さんも森重君も篠原さんも俺たちの記憶にしか存在しないってのか。悲しすぎるじゃねえかよ。たくさんの魂と人の思いを飲み込んで、新しい幸子を得た天神小学校は今もあの場所に存在している。生き残った者、命を落とした者、黒き呪いに取り憑かれた者、傷つけられた魂たちはそれぞれの痛みを抱えながら悲しみを癒す旅を続けるのだ。帰るべき場所を探して。
サトシ、ごめんね、呼び出して。いや、いいさ。どうしたんだ？サトシに見てほしいものがあるんだ。これ。これは篠原の携帯に残ってた送信前のメールじゃないか。私が動けない聖子の首にロープを。記憶はないのか？あの映像を見たとき、私何も考えることができなくなって、体が真っ黒い霧みたいなものに包まれて、もう全部が嫌になって、死んじゃってもいいやって思ったの。どんどん体が真っ黒になって、気を失いかけた時にも、だもの。やっぱり聖子にも嫌われていたし、何にも希望がないや。同じメールがまた来た。聖子、何か言いたいの？
だよ。怒ってないわけない。貸してたんだもの。許してくれるわけない。あんなひどいことしたんだもの。結構許せないよね。私のこと大嫌いでしょ。怒ってるでしょ。ノイズ。